番です。ゆうたろとじろうの金の穴の銀の穴。この番組は景品とプライドをかけ、ゆうちゃろとじろうがさだまバトル。勝者は景品ゲット、敗者は自腹で視聴者プレゼントしてもらいます。そしてゲストの方にはゆうちゃろとじろうどちらかとペアを組んでもらい、一緒に勝利すれば景品がゲットできます。そして細かいルールがこちら。銀の斧の人と一緒に実戦をして、はい、勝った場合は、豪華景品です、はい、けれども負けた場合は、まあ、豪華景品相当の自腹で視聴者プレゼントをしなければいけないです。ハイリスクハイリターン的な。そうなんです。その金の斧、銀の斧というのがどっちかがどっちか金の斧銀の斧に割り振られてますよと、はい、ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンなんですけど、うん、まあ、それはもう見た目上では分かりませんと、うん、なんでこいつ勝てるなと思った方にベットしていただいて、はい、そいつと一緒に打っていただくと、はい、つまりゲストは豪華景品がもらえる金の斧がどちらなのか、さらにどちらが勝ちに近いかを予想し勝利を目指す。ちなみに負けた場合の自腹はゆうちゃろかじろうが支払うことになります。前回、今から、うん、どちらが金の斧でどちらが銀の斧かを決めていきます。金で。じゃあ今日は僕が金の斧で、ゆうちゃろさんが銀の斧です。まあ、でこれあのゲストの人に言うのはなしです。あ、そう、ダマね。はい、ダマです。いや、イネアシャ本当おもろい。今7月ですけど上半期ナンバーワン間違いなく、これ上半期ナンバーワン。あ、こいつのね凄さを知ってると500枚くらいで終わっちゃうってのはちょっと残念。でも出玉は少し増えました。え、ちょっと待って、そうよね、デュオモードっすわ。結構強力なものです。あると、大逆転。わーい、やりました。よかったよかった。でね、ゆうちゃろさんがすごい出てたらやっぱね、勝ちスロじゃ間に合わないっていうことにもね、なってくるかもしれない。ここまでの結果がこちら。それでは続きをご覧ください。収録店舗はダイナム茨城稲敷店です。どうなんすか。ちなみにあの当たって有力感が継続しちゃったんでどうしようかなと思って。なるほど、うん、まあ、本来ならば結構やめるべきポイントの一つやったりするんですけど、はい、僕が気になってるのはラッキーセブンの5なんすよ。あ、さっきのね、そうですよね。あ、ちょっとすいません、びっくりした。怖い怖い、すいません、すいません。いや、怖っ。で、なんか置き時の角も特定ボイス流れてるんで。あ、そうなんですね。上がみたいな感じなんですけど、だ角角にらへんとかはやっぱ強いみたいで、ラッキーセブンの5が出てる千葉リオの角って言われると、うん、僕は粘った方がいいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。なるほど、いっちゃいますか。出玉あるし、ね、出玉あるし、うん、相手弱いし、あ、ね、なんか隣のがみたいなこと言ってるし、ね、言うと、まあ、バカ言ってるよ。ずっと言っといたらいいんすよ、あんなんね。いっちゃいますか。いいと思います。待って待って、なんかやってる。ちょっと待って。本当に行ったの、デュオモード。本当に5連行ってるし、見てこの几帳面だね、メダルの入れ方が。どうせ流すのにさ、どうせ流すのにこんな綺麗にやっちゃって、もう窃盗した。何も言ってないですか。何もしてない、何もしてない、何もしてない。了解、まあ、正々堂々やろうや。やりましょう、はい、正々堂々とやろうや。よう言いましたね。勝手に人の名前かけて、横のメダル自分のです言うて、うん、正々堂々やろう。はい、正々堂々。次郎君はさ、デュオモード行ってさ、出るかもしんないけど、そんな悪く言うつもりはないけど、でも彼は入れた分を取り戻す戦いになってるからね。こっちの台はたとえね、今から天井行ったとしたら、666まで行ったとしたら、だいたい1000枚ほどのメダルを使うことになるんですけど、そこで当てることができれば再三くどいようですが、3400枚まで出玉が出る可能性がありますということなので、やっぱりね、ポテンシャルはこっちの方が明らかに高いです。明らかに。あと2時間ないくらいなんで、うん、もう1回 AT 引けるくらいはね、やれると思うんすよ。諦めないよ、最後の最後まで。その後163ゲームで仕込みボーナスに当選するも、終わっちゃう。はあ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、
今これさ、白道士くんのシルエットになってるじゃないですか、あの可愛いキャラの、敵キャラので、これが白道士モードのチャンスでございまして、もし白道士モードやらに行っていれば、あやかし退治行った時に常に出てくるキャラが白道士になるんですね。まあ、つまり次の仕込みボーナスが早いってことです。で、今白道士のシルエットでしたけど、シルエットじゃなくて白道士くんがはっきりと映っていれば白道士モード確定になると。はい、そう DMM パチタウンに書いてました。間違ってたら DMM パチタウンに苦情を入れてください。結果いった、結果いった、結果いった。さあ 50% でつながると言われてる AT 直撃の特殊ステージ、ああダメなの、嘘でしょ。あ、しかも今下が入りました。3スルー、3スルー以内に当たるよってことなんで、まあ、これ外しても今2スルーだよね、2スルーだから次の仕込みボーナスで、まあ、おそらくいくんじゃないかなとは思います。おお、今レインボーだった、だったよね。ありがとう、いいね、朝楽しい。これが伸びればより楽しいです。さあ行きましょう。よし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 、初期ゲーム数は20。はい、行こうか。まずいな。あ、しかもこぼしちゃった。もうちゃんとしろ俺。あ、でも来た、でも来た。こぼしても有効ってことで、そりゃそうだよね、じゃないと目押し苦手な人にとって損だもんね。こぼしても有効です。さあキャラ強いんじゃない、強いんじゃない、もらったね、もらったね、さっき外したけどもらったよ、ぶった切れ、オッケー。いやー、6号機にしては久々に押す楽しみがあるな、本当に。はい、白7昇格ありがとう、嬉しい、最高、かっこいい、犬車。さあ封印は厳しいかにゃ、あ、あったあった、封印ちょっとだけでもあると思います、最高。さあこの封印中に決めれたら最高。ナビ来い、ナビ来い、ナビ来い、ナビが来ない。よし、封印生きてるよ、封印生きてるよ。大好きだよこの台。で、今日初の封印中にボーナス引くことができました。なのでこれがね、あの赤7の方、弱い方じゃダメなので、これがもしビッグボーナス出てくると、次はあの封印帰郷ビッグボーナスみたいな感じで、AT のゲーム数を乗せれるんですよ。なので今残り10くらいですけど、うまく乗せれると15とか20に戻るんですね。なのでまずはビッグボーナス、2つビッグだったら最高、そんな感じです。行きましょう。ビッグ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 、滑ろ。そこはビッグで頼むよ。一発目ブーストお願いします。よかったよかったよかった、とりあえず最低限最低限。じゃあ封印ボーナスですね、まあ、名称は見た目分かりません、変わりませんが、今こうキャラの煽り来たじゃないですか、この煽りがどんどん成功すればするほど最終的に乗るゲーム数が多いです。犬屋舎まで行くと、乗せ確定になります。まあ、まだ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 です。だからね、さっきのがブーストじゃなくてビッグだったら良かったんですよ。この封印ボーナスはそのストックしてるボーナスが全部消化するまで、継続するんで、いやせっかくの封印中のね当選腐らせてしまうね、これね、もったいないな、もったいないな、多分乗んないでしょこれ。次で上乗せ判定ですけど乗らないと思うよ。あ、乗った、3ゲーム乗った、うん、でもありがたいありがたい、本当はもっと乗せたかったけど、それも3ゲーム乗せてくれた、だから本当封印中に引けるかどうか超重要です。頑張りましょう。次は3つだ、
さあまだ封印継続中、めっちゃ重要やで、祈ることしかできない、お願いシャス、はい終了。あー封印解かれた、終わった。あー面白い。外れてるけど面白い。あー面白い。なんてこの台は面白いんだ。いけ。本当面白い。外れてんのに面白い。あー悔しい。よし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 。面白い。外れてんのに本当面白いんだけど。あー悔しい。一回くらい通ってくれよ。あーそこまで伸びずでございました。まあそうですね、こう設定にも期待していいのかなみたいな感じなので、とりあえず続行します。うん、私とりあえずね、あのジロー君もまくれますよって言ってたからよかった、本当によかった。その後、はい、あ、追加なの、そう、32ゲーム目からず、いや、ゆりくんは続く。なんかどうしたらいいんだろう。うわ、チェリー。めっちゃ引くな、ほんと。あと遅れて引かった。5回目ってことかな。それ引きますね。全勝でしたね。わー、やった。88ゲームです。ビッグ。なんか諦めてました。チェリーいっぱいだって引くもんと思って。よかったよかった、はい、いや次こそ、次こそね、上がっとってほしい、うん、ビッグでなんとかね、なんか枚数は稼げてる感じですけど、まあチェリーそんな2ゲーム目からね、もう光って、しかし32、あ、消えました、はい、有力感途切れました今ので、いや3回もチェリー引いて3回も引いたのに上がってなかった、いや4回目、あ来ました、やっぱり当たってた、来ました、早い、あレギュラーだけど、はい、まあ、60ゲームですね。レギュラーボーナス。いやーこれで本当天国に飛んでほしい。飛んどってほしい。お願いします。果たして願いは叶うのか。ほら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 、すんなりついた。リプレイやった。こうやって、特殊な1ゲーム連が発生しまくるモードで、まあ、ドキドキモードぐらいは出ますよと、まあほぼ完走しますみたいな感じじゃなくて、ドキドキモードぐらいは出ますみたいなモードらしいんで、これが何でループしてるのか何なのかあんま分かってないんですけど、初めて引いたデュオモード、さあこれでボーナス終了、通常点滅、まあでも正直ちょっとデュオモードのこう威力には懐疑的というか、出てないので解析でどういう意味合いでループするのかで、1ゲーム連が終わったら終わるのか天国に行くのか何なのかとかその辺とかも分かんないんで、さっきはすんなりリプレイで光りましたもんね、歌変わりましたもんね、
レア役での当選確率が上がってんのかとかも分かんないんで、ただ1回周りで見たのは8連ぐらいして、で一発当たってたんやったかな、32位以内に。だからドキドキモードみたいに保証があるのか何なのか分かりませんが、一発当たって終わって2000枚ぐらい出てましたね。おい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 、大丈夫か、さすがに早いぞ。4、5年ぐらいはしてもらわんとなんか納得もいかん。ゆうちょろさんと喋ってる時間の方が長かったんちゃうかってなっちゃうから、カッコつかんぞ。まくれそうまで言っちゃったからな。まあここまでは確定してましたから、もうちょい頑張れればまくれるわけですもん。え、煽って煽って煽って、ちょっと光ってないよ二人とも。まさか、まさか、もうちょっと早くね、頼む光れ。うわマジマジかよ。デュオモード終わり、これ天国いんのかな。だから実質一発デュオモード終了。28、29、あーいた、天国はいたのか、保証なのか何なのか。いやーでもデュオモード、いやそうか、一発か。まあまあでも終わったわけじゃねえか、まだ天国で、あれ天国でボーナスエンドって、心配な、終わってそうな匂いしてるもんな。結構やっぱデュオはね重いんで、天国中も引っ張られることありますが、そろそろ欲しいぞ。41本やから、ああいた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 、よかった。18ゲームナイス。もう全てはドキハナチャンスから始まったわけですから、あのドキハナダメダメやったら泣いてましたもんね。この後、ああまたいた、マジでいた、嬉しい。あー耐えたー、32いた、また30、なんでこんな遅いの。29、さあ運命の30、めっちゃ多いですから、ここはい、また30や、何これ、何これ、知らんぞそんなモード。スイカで当たれ、おお当たった、スイカで当たったんかな、まあ、スイカの次ゲームでたまたまだった可能性もあります。25、ほらビッグナイス、1750枚、あと一発ビッグ引けばまくれます。次郎の運命やいかに、これ運命の30ゲームあるかも、来ました30ゲーム、ここ、あない、ついに終わってしまう、うわなんかもうすげえ不完全燃焼ここで終わんの。32、うわマジかよ、うわ変なのスイカで終わった、ゆりかん切れましたね。ちょこの出目でやめんのちょっとあれなんで、いやー終わっちゃいました。1600枚ぐらいかなんで、多分200枚ぐらい足りてないですけど、まあまあでも裏を返せばよくここまで取り返したなと、デュオモードすんなり終わった割には。ちょっと周り見に行きますか。ちょっとちょっと、はい、すごい順調じゃないですか、なんとか、うん、あれ出ました、終わっちゃったんですけど、あでもまあ200枚負けぐらいまで、あすごい、でもよかった、耐えました耐えました、耐えた、なんで、うん、まあ残り時間1時間ぐらいですか、うん、ちょっとゆうちゃろさんの様子見ながら考えます。はい、わかりました。ゆうちゃろのところへ、はい、僕デュオモード一発で終わらしちゃって、あ、そう残念だね、あ嬉しそうやな、残念だえらい嬉しそうな顔して、あそう、ただその後ドキドキなのか何なのか6連ぐらいして、うん、
まあ、2000は出てないぐらいなんですけど、まあ、だからほぼプラマイゼロ、ちょい負けぐらい。いい勝負だね。めちゃめちゃいい勝負です。いい勝負、ね、その周りも正重さんもブイブイ言わしてますから。え、出てんの？めちゃめちゃ出てます。本当？はい。嘘だ。あー、まあ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 、いや、まあうちの姫が。正直わかんないね、こうなってくると。わかんないですね。え、今何時ですか？俺時計見てないですよ。あと1時間もないっす。あ、そう、閉店までじゃないの？あ、閉店までだと思ってました。うん、あ、スケジュール変わってくるってさっき言ってもらうと。あの、一人での YouTube やりすぎ。あ、そっちに慣れすぎ。チャンネル間違えた、ごめんごめん。合わせてくれんと。やっぱわかりました。最悪ジローを名乗れなくなる覚悟はできてます。最悪。そうっすね、その覚悟は。そうっすね、よそで名乗られたら困るんでね、僕も。叩き潰しとかんと、やっぱ。困るから。わかりました。はい、って感じです。はい、わかりました。いい勝負だな。30敗花に関しても、いい台結構あったっぽいので、もしかしたら今日もみたいな感じで思ってましたが、どうでしょう。3652の16の16、2996、12の10で、こっち側もね、グラフとか見てると悪くなかったりだとか、マカスさん150分の1、116分の1とか、角もね、レギュラーだけぶっちぎっててって感じで、まあ、はなはな向こう側とこっち側でいうと、こっち側の方が随分出玉いいんですよ、状況いいんですよ。で、まあ、2177の11の3で、ね、レギュラー全然足りてないんで、まあ、ちょっと大丈夫かって思う部分あるんですけど、ちょっとね、この状況見てると、向こう側であんま回ってない打つよりは、こっち側で打った方が良いのじゃないかなと思いますんで、いきます。バトル終了まで残りおよそ50分。はい、280枚、まだまだいきましょう。遅れて光る。はい、ピック3回目ですね。あ、止まった。気持ちいい。わーい。めっちゃ気持ちいいですね、今の第一天使で、ね、曲止まるみたいな。わー、いいな。よくね、え、気持ちよさが分かってますよね。はい、いや、もうすごいいい曲が聴けました。はい、これで4回目、うん、しかし、この後、はい、32ゲーム分からなかったで、ここで、うん、ユーリックアランプが消えました。ゼロチェリー。はい、その後、チェリー5回スルーし、ジローのところへ。125ピンク、うわー、めっちゃ震えた、何それ、すごい、ブルルー言うてる。あらあら、いや、ちょっとどうしようかなと思って、はい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 、もうやめてもいいかなみたいな。あ、もうお茶でも飲んでください。タイミングなんで今、うん、何回なんですか、チェリー。チェリー5回抜けたところです。やめていいのかなっていうタイミングで、うん、あれやったらちょっと一緒に打ってもいいですけど、はい、行きましょうよ、うん、なんかね、花々全体的に良さそうなんですよ、こっち側。あ、じゃあ残り打とうかな。どうぞどうぞ。隣で、じゃあ移動します。あ、どんな感じですか。僕ほんとプラマイゼロ、まあ、ちょっと足りてないかなぐらいですね。あ、なるほど。でも今日41本使いましたんで、命拾いしました。いや、よかった。もう帰ってこれないかと思いましたけど。いや、そうですね、本当いい感じですよね。いい勝負、いい勝負っすね。ねえ、大丈夫ですか。名前取られちゃいますけど。聞いたことないですもんね、名前かけて戦うって。誰と誰がって、なんでって。ねえ、もうちょっとジロー名乗れなくなったら、いや、寂しいっすね、寂しい、さすがに。寂しい。
ですか。名前変えちゃうか。変えちゃうか。候補あるんですか。いや、ないですよ。変えちゃうかっつって。ゆうちゃろさんは本当独特な人っすもんね。うん、面白い。受けるバカにしてます。え、今日受けるって何回か言うてますよね。あ、多分、はい、言ってると思います。受ける、受けるって、はい、西じゃ聞かないんですよ。あ、本当ですか。西で受けるなんて言ったらもう銃殺です、うん、危ない。はい、いや確かに。でも福岡行って、はい、帰って帰った時に受けるって言ったら東京に染まりやがってみたいな、はい、あ、うん、まあだからもう東京のイメージありますもんね、やっぱ。そうなんですね。はい、で多分私東京で初めて覚えた言葉が受けるだと思うんですよ、はい、だからかな。受けるに初めて出会ったんですか。受けるはが初めてだったんですね。なんか東京行ってすぐのくらいから、はい、受けるって呼ばれてたんで、なんか私、え、受けるって言いすぎて、はい、受けるって呼ばれちゃってたんですよ。受けるって呼ばれたんですか。受けるって呼ばれてました。バカにされてんじゃないですか本当そうですよ ね、 ね、うん、なんかコンパニオンやってた時受けるちゃんみたいな、へ、なんかちょっとありましたもんね、うん、だから10年ぐらい。あ、もう受ける一本でやってんすか、うん、受ける一本でやらせてもらってます、はい、受ける。え、出身が福岡なんですか。出身福岡です。福岡どこですか。福岡北九州です。え、北九州から東京に来たんですか。そうです、そうです。一気にギャップすごいっすね。ギャップすごいいや、すごいじゃないですか。なんか大阪に確かにちょっと行こうかなって思ったこともありました。へ、うん、まあ、なんなら最初は博多に行こうかなみたいな。あ、そうっすよね、なんか博多行ってみたいなイメージありますもん、うん、そうそうそう、あったんですけど、はい、まあ、なんかとりあえず北九州で私一人暮らししてて、はい、で引っ越したいと思って、はいはいはい、で博多に引っ越そうって思って貯金してたんですけど、はい、なんか、あ、一回東京を挟もうかなみたいな。え、北九州東京博多の、あ、はい、ありがとうございます。あら、はい、いいな。何でしたっけ、忘れちゃった。北九州、北九州修羅の国に住んでて住んでて、そう、博多を通り越して東京行っちゃって、そう、大阪も通り越して、はい、東京に来ちゃいましたね。そう、なんか引っ越そうと思って、はい、うん、なんか、ほら、一生引っ越しの話はできませんあ、だよね、できた、だよね。でも、はい、世界中の上京する人って全員すげえなって思うんですよ。あ、え、ずっと大阪ですか。僕は実家が京都なんですけど。あ、なるほど。で、まあ、会社が大阪にあるんで、うんうん、大阪に引っ越して、はい、もうずっと住んでんすけど、うん、あー、なんで一生話せないっす、ね、引っ越しの話 NG なんかな。あ、一発一発赤い僕なんだかんだ関東の仕事も多くて、はい、月の半分ぐらい来るんですけど。あ、そんなに、うん、もう引っ越しちゃおっかなとか考えたことあるんですよ。あら、うん、東京に、はい、でも考えれば考えるほど面倒くさいじゃないですか、うん、そうですか。いや、めちゃめちゃそのもう役所の手続きもそうですし、うん、あ、まあまあまあ、じゃあこっちで部屋探すってなったらどこに住むねん、交通の便考えたり、うん、まだ喋ってるでしょうが受ける受ける、はい、あ、びっくりしたびっくりいただきました、ありがとうございます。すごいすごい、なんか順調に球伸ばしてるやったー、なんかめっちゃ増やしてる九州やったら花花なんてほとんど打ったことないんじゃないですか。あ、ないです ね、 ね、地元あるときは打ったことないです、花花。そうっすよね、うん、まあでも私いたのが13年前かな、へぇ、はい、くらいにも東京出ちゃったんで。あ、そうなんすね。そう、ほとんど、まあ、打ってないっていうか5号機の初期だけ、はい、打ってたのが、向こうで打ってたのが、へぇ、エヴァーも
の真心を決めにとか、はいはいはい、なんかその辺しか打ったことないんですよね、地元で。結構逆にあれなんですね、古いのから打ってんですね。あ、そうなんです、意外と。へー。で、一時期なんか、はい、お金なくてパチスロ打ってなくて、はいはいはい、でちょっとパチンコにハマってた時期があって、はい、花のケージの残とか愛とか。あー、残の愛ね、うん、400分の1。あ、そうですね、399。そうで、しばらく空いて番長2、あー、サラバン、はいはいはい、そう結構空いちゃったんですよね。あ、それこそマドカ、あの、はいはいはい、初代とか化け物語が出た時に、あ、打ってなんか、そうなんすね、やめてたんですけど、打ちたすぎて、はい、なんか復活しました、うん。そんな話で盛り上がっていたが、普通にメダル減らしましたわ。あらまあ、あらあらまあ、何やってるんですか。あ、怖っ、怖かった。うん、だって私の豪華かどうか知らないですけど商品が大丈夫ですよ、ゆうちゃるさん負けてますから。本当に、うん、きっときっと大丈夫かな。一方その頃、ゆうちゃろは、いや、ほんと仕込みボーナスようわからん。当たるときはさ、本当にスパ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 さ当たるのに、急に当たらなくなるんだよな。で、666でそのまま仕込みボーナスってなるんですけど、おそらくね、ペナルティ中押ししちゃった分はね、伸びるはずなんですよ。昨日天井行ったとき669で発動したんで、で結構今ね、中押しやらかしちゃってるんで、多分670くらいでね、仕込みボーナスの告知が入るような気がしてます。そして、はい、66、うん、あー、どうなんだろう、3回以上はペナってるような気するんだけどな。まあ恥ずかしいことですけどね。はい、すいません、2回目いきましょう。さあ、スルー濃厚の仕込みボーナス、なんと虚しい。はい、スルー濃厚の撤退がチャンス。うわー、こうなってくるとちょっとチャンスはあるかもしれない。うわっ、うわっ、チェリー仕事したね。これ今何時ですか。これラストチャンスだ、これラストチャンスです。これが伸びるようなら、はい。で、今ね、1000枚くらい飲み込んでからの AT なので、皆さんもお分かりですね。3400枚くらいまでは狙えるっちゅうことですわ。いくぜ。初期ゲーム数欲しい。ああ、20、おっしゃ、早い早い、よいしょ、早い早い、たっぷりゲーム残ってる、しかも白、ありがとう。これ次第よ、この勝負の行方は。これ次第。これとにかく早い段階、前半でどれだけね、上振れできるかって感じだから。前半でたくさん取っちゃえば、あとはもう黙っても伸びていく感じに流れになるから、本当に前半10ゲームくらいが超重要なんですよ。必ずやったります。必ずです、必ず。さあ行くぞ、もう勢いでどんどん行こう、勢いで勢いで、勢いを止めるな、次は2つだ、行くぜ。さあナビを来い、よーし、青来た。さあ連続で引け、青青赤と来て、はい、青赤青赤青赤青、はい、青赤青赤青と来て、はい、お次は、はい、そういうことだ、よいしょ、はいはいはい、まあそういうこともある、そういうこともある、焦るな焦るな。3、2、1、あー、くそ、これ決まったら最高、最高に気持ちいいんだけどね、本当数字変化なしで決まるのが。はい、ちょっと今遅れたね、遅れから来ました、遅れから。はい、行くよ、はい、3、2、1、気持ちいい気持ちいい、気持ちよすぎる、これは最高に気持ちがいい。よし、封印確定しました、ありがとう。
やっぱハズレの引き超重要。よし最高だぜ。封印確定です。この封印中に射止めれるかどうかめっちゃ重要。最高。ナビスタートが良かった。来た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 。ああもうバカバカバカ。もうああ遅れ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 。封印中やで封印中やで。もったいな。封印長いのに行かせてない。もったいな。終わるな終わるな終わるな。もうバカチンガーバカチンガー。1ゲーム遅いんだよバカチンガー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 。もう本当にもう俺の腕をバカチンガー。自分でも何言ってかわけわかんない。これね、チューリールぶった切れずから押したときに、押した瞬間にバイブも発生するんで、打感的にも超気持ちいいんすよ、本当に。ねえ、ねえ、気持ちいいをもっと味わわせてちょうだーい。3、2、1。くっそ、くっそ、くっそ。ああ終わった。果たして勝負の行方は。それではエンディングです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実践終了でございます。いやーこれ結構激闘やったんじゃないかなと思うんですけど、はい、うん、そうですよね。一人目やばいっつって、まあ、やばいって目がなんか見ちゃいけないもん、結果結果な結果発表してくれよ。もう分かってるんだろ。分かってるよな。あの君ら、あの前のめりになる気持ちも分かるんですが、まさしげさんだけ分かってないことがあるじゃないですか。どっちが金の斧でどっちが銀の斧かっていうんですよ。だからまあ、ね、そこが分からんと景品何もらえるのかどうかも分からんみたいなのあると思いますんで、発表したいと思います。金の斧銀の斧発表です。金の斧の方キャッシュはい。同時なんですよ。すごいな。私が朝一から金の斧ということで、はい、ハイリスクハイリターンですから、うん、勝てば豪華景品、負ければその分の、リスクを背負った高視聴者プレゼントというような形でやらせてもらってましたんで、はい、金の斧はジロー、銀の斧はユウチャロでした。あとはじゃあ勝ってるかどう。おでも意外と出してました。おそうですよね。おーしか言わないな。お前ら分かってるよな。お前ら結構分かってる前提で言ってるよな。地獄見してやるよ。地獄を発表してみろ。怖い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 。果たして結果はどうなった。私、まあ、40本使っちゃったんですけど、うん、3枚がマイナス321枚でした。結構帰ってきた、ね、危なかったです。めちゃめちゃ危なかったですね、うん、まあでもオキドキで完走まで持っていければって感じだったんですけど、ここは残念ながら申し訳ないですけど、まあ、いやいやいや、ありがとうございます。私はですね、はい、ジロー君に選んでもらった台が、ね、はい、いい感じだったので、はい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 、はい、もうプラスの1999枚出せました。ありがとうございます。すごい。2人合わせますと、はい、プラスの1678枚でございます、うん、これはなかなかじゃないですか。ねえ、いい成績ですよね、はい、うん、やるじゃん。あらやるじゃん。認められた。はい、じゃあ行きますか。はい、はい、いいですか。はい、この2人も結果分かった状態でやってますけど、私スロットプラス745枚でございました。はい、ただぶち壊してやるよ。何この場の誰も知らないことぶち壊します。はいはい、私3時に実
戦終了しました、はい、そして2人の後ろ通りました、はい、で2人でなんか歌舞伎町のカップルみたいなさイチャラブ打ちしてましたよね、並んで今日出てるね2人でね、おいしいもん食べに行こうかみたいなイチャラブやってましたよね。イチャラブやってました、はい、あ俺まだこれ打つんだなと思って、はい、私ガロ打ってました、えスタッフの誰も知らないとこでガロ打ってました。この番組、はい、カメラ撮ってないとこで出した出玉無効とは聞いてません。そんなルール聞いてません。私ガロ当てました。すごい。証拠の動画撮ってるんで、証拠の LINE 動画送るんで、はいはいはい、ディレクターに。じゃあもうこれ最終結果覆りますよ。もう全ての予定が変わりますよ。その動画がこちら。パチンコの結果次第で勝敗が覆る。パチンコ3000円でガロを当てたので私来るの遅かったです、はい、確かにちょっとなんかユーザロさんどこ行ったみたいな話になって、うん、はい、消えた消えたみたいな。パチンコの方が結果いきます。はい、結果はいかに。プラス506とも負けじゃねえか単発大縮小。残念ながら単発でした。よくわからんけどもうカメラ呼べて打つんなら呼べて。みんなねここでもうエンディングの準備してる中あのゆうちゃらさんのそのマイクつながってる人がねあれえゆうちゃらさんパチンココーナーいます誰かが気づいて呼びに行こうとしたらもうちょうどねゆうちゃらさん帰ってきたんでパニックでしたよ現場は。マカちゃん入んなくて残念です。惜しかった惜しかった負けました。最終結果がこちら。結果は正重さん選んでいただいた私チームの勝利でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。銀のノゲットです。やった。勝者には豪華商品をプレゼント。昨日の、うん、まさしげさん、うん、勝ちましたんで、はいはい、この中から、まあ、いろんな景品が入ってるそうです。お、これを我々はゲットと聞いてください。お願いします。いいですか。はい、はい、それぞれもらえる感じですよね、はい、じゃあこれなんかこれにしよう。はい、いきます。はい、すごいちゃんとした。何が入ってるか分かんないんで僕、はい、いきます。じゃん。ブランド牛肉マジで5万円分めちゃいいじゃないですか。じゃあ正重さんは、はい、ブランド牛肉5万円分おめでとうございます、はい、ありがとうございます。では次私引かせていただきます。贅沢よね。いやもう贅の極みですよ、マジで。はい、もういろいろ入ってますから、うん、何だっていいです。お、ダイナムさん特番やりますよと。おお、すごいですね。いきます。こちら商品券5枚分、はい最高、ありがとうございます。はい最高。いいな。はい最高。 2.5 2.5 にしましょう。え 2.5 くれってじゃあ商品券で正重さんからブランド牛に買い取ったらいいですね。買ってほしい。5万円ちょっと多いんで。あ、イチャイチャしてたら怒られる。ごめんなさい、ごめんなさいね。そして負けてしまったゆうちゃろは、まあ、この中から1枚引いていただいて、あ、なるほど、それを視聴者の皆様にプレゼントでございます。わかりました。私個人的に負けたら、はい、あれですよ、プレス5とかメアマックスプレゼントするって決まってたんですけど、はい、まあ、コンプラ的にちょっと高額すぎる景品はダメだということで、まあそうですね、はい、まあ、ちょっとその辺抑えて、まあ、ここでプレゼントしていきたいと思います。はい、はい、さあ何が出るかな。何が入ってるかも分かんない。捨てた今。捨てないです。めっちゃ見てますよね。めちゃくちゃ見てますよね。いきます。でんでんでん。おお、まあまあまあ悪くないんじゃないですか。商品券、だいたい1万円分相当をプレゼントさせていただくということで、応募方法は、この辺にまあ書いてるのかな、はい、ということで1万円分の商品券が何名か分かんないけどね、まあ、プレゼントさせていただきますと、1万円分くらいで、ね、
はい、嬉しい。ちょっと物足りない気しますね、僕としては。やっぱり個人的にやっぱりなんかやりたかった、はい、だから1万円分以内のものであれば、はい、個人的にプレゼントしてもいいよみたいなニュアンスだったんですよ、はい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 、あんまり高すぎるとダメだなって、はい、だから例えばよ、例えば正重さん の, そのブラジャーとか例えばの話ですよね。今例えばの話してますもんね。例えばね。例えばね。ヒルヨシブラジャーの話したから、うんうん、してましたね。少しだけ洗ってないブラジャーを。今年入ってブラジャー一回も洗ってないんですよ。いやいやいや、そんなこと一回もまず言ってないから。めちゃくちゃ洗ってますよ。あ、本当ですか。はい、ちゃんと洗ってます。まあ、二郎くんが勝ったということで、はい、今回は、はい、二郎という名前をそのまま使ってもいいという結果、そして。ジャンバリ TV にも在籍続行という結果になりました。よっしゃー、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった、勝ち取れて。だって負けてたら究極の逆ですもんね。ジローっていう名前をゆうちゃらさんにあげるか、そうそう、ジャンバリから脱退するかどっちかでしたもんね。ペカルに移籍か、ペカルに移籍か、移籍して大天土様料ギャラ2万で47万で毎日ひたすらやらされるかどっちかだったんですけど、まあ、負けなんでしょうがない。諦めてください。諦めました。もう一生だからそれ使えないですからね。はい、この掛け事できないですからね、人の名前掛けたやつは。あ、そうですか。もうジローはもう永久的に僕のものになったんで今。あ、そうですか。はい、いや、そうですか。もともと俺のやけどね、別にゆうちゃらさん持ってないけどね、はい、無事次郎の名前は守られました。特番として始まったこの金の斧の銀の斧の、うん、これにてお開きでございます。なんか言い残したことないですか。もう終わりですか。はい、もう終わりです。マジか。そうですね、唯一言うのであればシンサさん何しに来たんですかね。シンサさん朝から言いましたもんね。僕の隣で撃ったんで助けてくれるのかなと思ったら普通に撃ってました。皆さん楽しんでました。僕あの置き時まくるかなまくらへんかなぐらいでなんかあの僕、まあ、横目でしか見てなくて最初誰かわからなくてまくったみたいなこと聞かれたんで、あ、はいみたいな感じ言ったらシンサさんでした。そんなこんなで、楽しい収録はこれにてお開きでございます、はい、またダイナム公式チャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。